酒を手に消し、この先が砂漠の民の避難所、アール村だ。ここの地形独特だよな。結構面白そうな場所だ。早く見て回ろうぜ。俺の記憶が正しければ、教令院にいた頃はあまり関わりがなかったはずだろう。偶然会っただけだというのに、その態度はどうしたことか。大マハマトラ殿、運よくこの一槍を避けられたとしても、審判から逃れられるとは限らないよ、アルハイゼン。審判？先ほどの君の行為は審判か、それとも粛清だったのか。俺は全力を出していない。もし出していれば、その旅人では俺を止められなかっただろう。一見暗殺に見えただろうが、ターゲットの反抗心と逃亡意欲を失わせるためやったことに過ぎない。これがマハマトラのやり方だ。お前も知っているだろう。あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。こいつ誰なんだ。アルハイゼン、さっき大マハマトラって言わなかったか。ああ、教令院のマハマトラたちのトップ、大マハマトラのセノだ。学術犯罪の領域において彼は誰もが恐れるハンターさ。お前たちはアルハイゼンを深く信頼しているようだな。それどころか、そいつのために俺を阻むとは。仮に俺がお前たちだったら、そいつの方には決してつかない。何を話されても信じたりはしない。その書記官は俺が長きにわたって追っていたターゲットだ。お前たちの立場をはっきりさせてもらおうか。もしまた邪魔立てするようであれば、お前たちも巻き込まれると思え。アルハイゼンが何をしたって言うんだよ。お前が言うほど悪いことはしてないだろ。無駄口は叩きたくないんだ、アルハイゼン。さっき一戦交えた時に気づいたんだが、お前が隠している
神の缶詰知識を渡してもらおう。それとも俺の助けが必要か。さすがはマハマトラ、嗅覚が鋭いな。この神の缶詰知識、確かオルモス港にいた時マハマトラの手に渡ったはずだよな。道理でそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している？それに君は強霊院の大マハマトラであるにもかかわらず単身で砂漠に来た。俺が知る限りマハマトラたちまでもが皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか？仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう。それでも君は権力と資源を使って強霊院で俺を採決できたはずだろう。やはりお前は厄介だ。そんな、どっちも信用できないみたいだぞ。どうすればいいんだ？だいぶ盛り上がっているようだな、二人とも。おい、デシア、なんでここにいるんだ？よかった、やっと信頼できる人が来たぞ。デシア、早く助けてくれ。じゃないとこいつらまた喧嘩を。ああ、確かに強霊院の大物二人がまたやり合ったりしたら大変なことになるな。独りよがりな道理を並べ、強霊院の虚しい規則と道義ばかりを口にする。あんたらはそんなくだらない紛争をこのアール村という浄土に持ち込んだ。どうやら誰かがあんたらをぶっ倒して、あんたらが踏んでる土地がどこなのか再認識させる必要があるみたいだな。おいおい、あんたら私の話が聞こえなかったのか？うわぁ、どういうことだ。強い風が、砂嵐か、吹っ飛ばされるぞ。ちまた砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ？おーい、そこの方々、こっちです。早くこっちに避難を。誰かが呼んでるぞ。風が強すぎる。早く行こう。キャンディスの声か。おい、強霊院の奴らは脳みそが使えないのか。早く行くぞ。そう騒ぐな。さっき戦おうとした三人がこんな小さな空間に押し込められてるなんて、ぬぅ、オイラも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません、皆さん。ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。うん、やっと助っ人が来たぞ。オイラはパイモン、会えて嬉しいぞ。お前がオイラたちをここに連れてきてくれたおかげで助かったぜ。ありがとな、キャンディス。災いを前にしたとき助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ、このお姉さん、すっごく優しいな。ほんと、あいつらとは大違いだぜ。
さて、挨拶はこの辺にして、あとの時間は、ガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前から、遠くであなた方の衝突を見ていました。しかし今、あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか、率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵意を、なんとか消しされませんか？この屋根の下で、もしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。おいら、宣言撤回するぞ。ちゅ。あなたも例外ではありませんからね、ビシュ。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。では、どなたから話をなさいますか？一応、私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるがな。先に、教練員の二人が話をしたらいい。あれって、止めようとしたって言えるのか？別に、俺には隠すべきことはない。言ってもいいだろ。アルハイゼンは、教練員のマハマトラたちですら、俺の居場所を知らないと言ったな。だが、それは決して、人に見られたくない任務をやっているからじゃない。俺は、自己追放を選んだんだ。自己追放？以前俺は、教練員のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。しかしそれらのデータは、明らかに、現実の進捗と合わないものだった。大マハマトラとして、俺には、それを照合する責任と権利がある。だが、その部分を担当していたのは、あろうことか。大賢者、アザール本人だと分かったんだ。照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが、手がかりや物証になりそうな一切のものは、すべて巧妙に、俺の視線を避けていた。やがて、あいつらが最初から、意図的に俺を警戒していたことに気づいた。そして案の定、俺が照合申請を出すと、大賢者は拒否した。それだけじゃない。こう言ったんだ。大マハマトラの権力は、賢者によって付与されたものだ。お前には、我々を審判する権利はない。つまり、やはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすれば、マハマトラなんて、賢者たちの知識を束ねるための道具に過ぎないってことに、マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則。それは、今の教令院において、全く意味がないんだ。ああ。その一件を理由に、教練員を脱出した。賢者たちが俺に対して行動を起こす前に。これが一番賢明な判断だったと思ってる。おかげで、奴らの監視の目を逃れられたしな。俺は、この件の調査を絶対に諦めない。それに、他人から権力を付与される気はない。俺は、俺の名のもとに審判を下す。セノ、オイラたちも、教練員の賢者を調べてるんだ。同じ立場みたいだぞ。それに、今はもう大マハマトラじゃないんだろ？なんだかあんまり怖くなくなったぜ。でも、セノはなんでアルハイゼンをターゲットにしてたんだ？まさか。教練員で調査をしていた期間、アルハイゼンが賢者と面談しているのを見たからだよ。賢者は、アルハイゼンに金髪の旅人を調査するよう言っていた。そうだな、アルハイゼン。え？そしてその任務は、プロジェクトと同様に、どこの記録にも残されていない。それに加えて、お前は神の缶詰知識と関わりがある。そろそろ説明してもらおうか。
その件は認めよう。俺は確かにこの旅人の調査任務を引き受けた。アルハイゼン、お前、何しろその任務の見返りはどんな学者でも断ることができないほどのものなんだ。任務が終わったら神の知識を見せてやる。そう賢者は言った。確かにとてつもなく魅力的な条件だ。だが惜しいことに教令院の者は俺のことを分かっていなかった。大賢者は話の中で一つ重要な情報を漏らした。神の知識が実在するということだ。それさえ分かれば俺にとっては十分。俺からすれば賢者はそこまでの信頼には値しない。考えてもみろ。神の知識をそう軽々しく他人に報酬として約束するなんて、いささかおかしな話だと思わないか。だから俺は神の缶詰知識という手がかりに従って独自に調査を展開した。結果的にこの判断は間違っておらず、教令員を信じなかったのも正解だった。もしこの一件で警戒を解いていれば、俺もあのアフマルの目のボスのように人と正常に会話することさえできなくなっていたかもしれない。それってつまり、賢者たちはもともと普通の人を狂気に陥れるあれらの知識を使ってお前を処理しようとしてたってことか。もともと俺はすでに調査任務などには全く興味がなかった。ただ教令員をあしらうためにオルモス港で旅人の出現を待つと言ったんだ。だが神の缶詰知識を追っている途中で思いがけず偶然ターゲットに出会ってしまったのさ。犯罪者が最もよく口にする言葉が偶然だ。だが旅人と偶然出会ってもなお俺に教令員に協力する意思は全くなかった。君たちも覚えているだろう。当時俺があのタバーンを離れた時、君たちは自分から俺を追ってきたんだ。そうだな。アルハイゼンはキャラバンシク駅でもオイラたちを助けてくれたし、やっぱり本当なのかも。もしそれでも気になるようなら謝ってもいい。君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのは、その存在が危険すぎると主観的に判断したからだ。はっきりとした研究結果が出るまで誰にも接触させない方がいい。何しろ好奇心はこの国で一番危険なものだからな。アルハイゼン書記官、お前は好奇心が自らをも疑惑と危険に陥れることをよく知っているはずだ。俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか？すでにはっきりと話したつもりだったんだが、今の俺は君と同じく教令員が重点的に警戒する対象となっている。言うまでもないと思うが。わかった。とりあえずはお前を敵とみなすことをやめよう。だがお前の容疑が完全に晴れたわけでもない。構わない。お二方の誤解が解けたようで、私もとても嬉しいです。それでビシア、あなたの番ですよ。ああ、悪いな。坊やたちの話が退屈すぎて気が散ってた。私の方は至って簡単さ。旅人たちも知っている風前家のドニアザードお嬢様が最近ずっと家で療養してたの。やることもないんでアール村に来てみたってだけだ。本当ならキャンディスたちと感動的な再会をするはずだったんだが、まあわけのわからん二人がわけのわからん喧嘩をしているのを見てな、ふつふつ怒りが湧いてきて。それで。それでですか。わかりました。確かにあなたらしいですね。それではお帰りなさい、リシア。そう来なくちゃな。会いたかったぜ、キャンディス。
ご安心を。もうお互い敵視もしていないようですし、皆さんはここで休んでいてください。砂嵐の中にいる獣は、私が掃除してきます。砂嵐の中に出没する獣か。一人で本当に大丈夫なのか？ええ。来てくださる必要はありません。砂嵐の中での戦いは、現地で数年訓練を積んだ人でないと、どうにもなりませんから。うん。安心してキャンディスに任せるといい。すごく強いんだぜ。風が止んだみたいだ。砂嵐もこれで過ぎ去ったんじゃないか？キャンディスがずっと帰ってきてないけど、本当に大丈夫なのか？やっぱり見に行ってみようぜ。そんなに言われると、私まで心配になってきたぜ。どうせここにいるのも飽きたし、行くか。この二人、全く話さないしな。もう数えきれないほど次々とやってきて、いつの間にか砂嵐も止んだようですね。あ、本当にまた出てきたぞ。さあ、今度は私に任せろ。ずっと溜まってたんだ。こいつらでストレスを発散してもいいよな。私ももうずっと狩猟の獅子の武芸を見ていませんね。せっかくなのでお願いします。しっかり見てな。行くぜ。燃えよ、ほれ。また新しい魔物が現れた。うん、ヒゲがないぞ。くらえ。もう魔物が出てこないぞ。今ので最後だったんじゃないか？先ほどのは砂嵐の余波でしょう。しばらくはもう出てこないはずです。みんなお疲れさん。さっきの砂嵐で怪我した人はいないな。この人は。おっと悪いな。さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒を見ててな。お客さんたちへの挨拶に来る余裕がなかったのさ。私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれてるよ。村長、俺ももともと砂漠出身だが、ここへはずっと戻っていなかった。その、さっきみたいな砂嵐はよくあるのか？よくあるとまではいかないが、最近はますますひどくなって、前より頻度も増えた。砂嵐以外にもたまに地震が起こることもある。こういった異常な自然現象は、以前村にしばらくいた調査員によると、世界樹の誇張と関係しているらしい。また世界樹の誇張が原因なのか。つまり世界樹の誇張は森に刺激を作り出すけど、それが砂漠では砂嵐とか地震って形で現れるってことか？自然界の全ては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かにこれらの局所的症状は世界樹の状態を反映している可能性がある。アール村のみんなにも気をつけてもらわないとな。
ところで、今回私が帰ってきた時、グラマパラが一人もいなかったが、どういうことだ？グラマパラ？なんだそれ？キャンディスみたいなガーディアンとは違うのか？お前は好奇心旺盛だな。アール村の村人は、教練院から追放された教学者を、村の森人、グラマパラと呼んでいるんだ。彼らの多くは、アビディアの森で修行をした後、精神に異常をきたした学者たちだ。教練院は、奴らの狂った言葉が、他の学者の精神に影響を与えると考え、砂漠に追放した。まったくふざけた話さ。ああ、我々も最近これについては調べてるところなんだ。村にいたグラマパラたちが、なぜかみんな次々と姿を消してしまってな。だが、彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。もし何日かこの近くに留まる気なら、気にかけてくれると助かる。俺は、過去に奴らと接触したことがある。奴らのことについては俺が調べよう。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪感に駆られ責任から解放された今の身分を利用して贖罪でもする気か。なかなか面白いメンタルをお持ちのようだ。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったら、どんな身分で言おうと俺はお前を処断する。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。どうかよろしく頼むよ。それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは確かにかわいそうだよな。オイラたちも探すのを手伝おうぜ。でもこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か？お前、まだあんまり信じてないんだろ？手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら、俺についてた部下の何人かよりいい仕事をしてくれそうだしな。まずは場所を変えて、情報交換と行こう。自己追放をしたが、やっていることは昔と変わらない。本格的な調査に入る前に、何か聞きたいことはあるか？俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼び方はある事件から来ているらしい。アール村は昔からずっと、精神に異常をきたした学者たちを追放するために、教練員が使ってきた場所なんだ。この村には、不思議な現象があるという。アール村について間もない頃、教学者は相変わらず狂っていて、異常なことばかり話す。だが、しばらくここに留まっていると、やがて落ち着くらしいんだ。当初、アール村の人々は、教学者の受け入れに不満を抱いていた。しかしある夜、事件は起きた。その夜、アール村でいつもより激しい地震が発生した。家屋が倒壊するのを恐れ、前任の村長が皆を連れて避難しようとした時、ある教学者が隅にうずくまり、両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体は、ほのかに淡い緑色の光を放ち、夜だったせいもあって、神聖なもののように見えたという。そしてその夜は、どんなに強い地震が続いても、すべての家屋が、まるで地面から生えているかのように、
一つも倒れなかった。もちろん死傷者も出なかった。その一件の後、アール村の人々は驚愕者によくするようになった。そして彼らをグラマパラと呼ぶようになったんだ。淡い緑の光、驚愕者がアール村を守った。お前はどう思う？オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちはアール村でもアーカーシャ端末をつけてるのか？教令員は彼らを監視しているから理論上はつけてるはずだ。無論アーカーシャ本体が彼らに対して発信することはないが。やっぱりこれで辻褄があったな。学者たちが狂った状態から落ち着いたのも多分ナヒーダが慰めたんだろう。一つの物語だけで結論を出せるとは。どうやらお前たちは俺の知らない情報をかなり持っているみたいだな。それで何が分かったんだ？クラクサナリデビと言ったか。なんだよ、信じないのか？きっとクラクサナリデビがアーカーシャを通じて驚愕者に力を与えたに決まってるぞ。いや、信じないというよりはお前たちの考え方を不思議に思ってな。クラクサナリデビ、現宗神が未だにスメールで何か行動しているのか。教令員は昔からすでに亡くなったマハールカ・デヴァータの方を重視していた。奴らはクラクサナリデビには見向きもしなかったんだ。そのせいで俺の認識も影響されてるかもしれない。それに俺はクラクサナリデビの自責について全く聞いたことがない。彼女はまるで存在しない神だ。ナヒーダは存在しない神なんかじゃないぞ。あいつは、なんていうか、すごく優しくて頭が良くて、たまに変なことを言っちゃうところもあるけど、いい神なんだぞ。俺は長年犯罪者の尋問をしてきた。人が嘘をついているかどうかくらいわかる。だったらオイラたちが本当のことを言ってるってわかるはずだろ。ああ、その目は嘘をついていない目だ。お前たちは本当にクラクサナリデビと接触したことがあるみたいだな。どうしてこんなことに。神はずっと俺たちのそばにいたのか。よし、これでやっと一番いい形で調査できるぜ。でも一体何から始めればいいんだ。一人一人に聞いて回るか。お前ら、俺のおじいちゃんを助けに来たのか。あ、お前は誰なんだ。その格好と鉛、現地の子供だな。俺はイザークだ。お前らおじいちゃんを探しに来たんだろ。お前の祖父は驚愕者なのか。おじいちゃんをそんな風に呼ぶなよ。おじいちゃんはおじいちゃんだ。どうしてそんな名前で呼ぶんだ。悪者なんかじゃないのに。お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。どうしておじいちゃんなどと呼ぶ。おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。俺の家族だ。さっきお前らとアンプおじさんの話を聞いたんだ。なあ、俺も連れてってくれよ。一緒におじいちゃんを探しに行きたいんだ。俺も手伝うし、足は引っ張らないから。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしていたのはお前だったか。盗み聞きしている者に対処しようと思ったんだが、なんとなく相手に敵意がないように感じてな。すごいな、これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、
相手はまだ子供なんだぞ。おじいちゃんを探したいだけみたいだし、手伝ってやろうぜ。嘘はついてない。盗み聞きしたのは、おじいちゃんがどこにいるか知りたかったからだ。ごめんなさい。それでも信じられないなら、キャンディスお姉ちゃんに聞いてみてよ。わかった。ならまず、キャンディスに状況を確認しよう。慎重なんだな。これがマハマトラか。あら、もうお戻りになったのですか。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。やはりあなた方の元へ行ったのですね。え、このことを知ってたのか。頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには気づいていましたから。あの子は本当に祖父を見つけたいと強く思っています。イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの村へ戻っていません。ずっとあの子の祖父が世話をしてきたのです。しかし残念ながら、何年と経たずしてあの子の祖父は亡くなってしまいました。当時あの子はまだ幼く、アール村の住民が交代で世話をしてくれたので、無事に育ってはくれたのですが、その後、年老いた教学者がここへやってきました。イザークはその学者が祖父にとても似ていると思ったようで、よく覗きに行っていたのです。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口にしていました。イザークも怖く思ったのか、口ではおじいちゃんと呼んでも安易に近づこうとはしませんでした。ですがある夏の夜、いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんが急に静かになり、遠くに隠れているイザークに気づいたのです。おじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村の入り口まで連れて行き、星を一つ一つ数え、見分ける方法を教えたのです。そうしてイザークに寄り添い、あの子が眠りにつくまで付き添っていました。次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、彼はイザークを覚えていませんでした。しかし、おじいちゃんの表情は依然として落ち着いていました。そこには狂気のかけらなど微塵もなく、まるで自分の世界に浸り、無憂しているかのように落ち着いていたそうです。イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそうにつきまとうようになりました。おじいちゃん、遊びに連れてってあげるよ。もっとお話しして。なんて言いながら。よくわからないけど、ちょっと悲しいぞ。二人ともかわいそうだ。そうかもしれませんね。砂漠で生活している者は、多かれ少なかれ、皆困難を抱えています。しかしそれでも、我々は生き続ける。私もそのために戦い、ここを守っています。確かに、人々はいい神に恵まれてるのかもしれない。あ、なんだって。いや、なんでもない。イザークが約束通り足を引っ張らないでいてくれるなら、連れて行ってもいいだろう。あなたは私が思っていたよりもずっと情のある方なのかもしれませんね。イザークの代わりに
お礼を言わせてください、セノさん。おい、伊沢くん。あ、来たんだね。全部聞いてきたぞ。一緒におじいちゃんを探しに行こう。本当？ありがとう。まずは付近の現地民に事情を聞こう。